今夜の食材です。これで何ができるんですか？ビビンバ。ビビンバですって。楽しみにしています。よろしくお願いします。はい。電子レンジで600ワットで5分ぐらいやります。喉、はい、乾いたね。美味しいね、うん、新しくできたキッチンのミニテーブルです。ふーさんお気に入り。なんていうのこれ。これ無印のなんか耐熱のヘラです。ひき肉を炒めていくそうです。肉に火が通ったので、ご飯を冷凍にしておいて。私は豚が好きだから、うん、豚肉。肉のタレ入ります。まあ、まあ、それぐらいなんだ。あんまり少ないんだ。まあ味はお好みで。だいぶ炒まってきた。ね、いいんじゃないかなの。ね。ね。平たくのすのことやって。ちょっと平たくのすでちょっと焦げ目っていう、まあちょっとまあこうやって。くるくる。綺麗だね。綺麗だ。これでしまい。おしまい。おニラのいい匂い。そしたらごま油。ごま油。くるり。くるり。塩をちょっと。塩ちょっと。あとなんか中華だしとかなんか、まあなんか中華のだし。中華のだし。がいいと思うんだけど、ちょっとないからこのだ私なんかだしだっていうやつ。だしだです。もうだしだポイポイ。ポイポイポイ。一本入れちゃう。いや一本は入れてない。半分ぐらい。うん半分ぐらい。だしは半分ぐらい。はい、入れて混ぜ混ぜです。にんにく綺麗だね。野菜はできる。はい、野菜はできる。じゃああとは盛り付けしておしまい。豆腐とネギの味噌汁です。ちょっと温めて、その間にここに。その間に盛り付けていくそうです。あとは野菜を乗せるそうです。それがおしまい。あ、目玉焼きやなくちゃ。生卵がよかった。生卵がいい。ん、生卵。生卵は生卵。生卵。私目玉焼きするね。ん、生卵で濃厚じゃんさ、うん、ここに間にじゃあここのとこに、うん、パッと入れていい？じゃあ、うん、いい？乗せて。はい、おー、美味しそう。はい、出来上がりです。はい、ありがとうございます。はい、食べてください。これがノボ。こっちがフーさん。
目玉焼きです。はい、いただきましょう。はい、いただきます。いただきます。乾杯かな。改めて乾杯。ふうさん食べてみて。どう、うん、うまくいった？うん、この間と同じ。この間と同じ。美味しいらしいです。うん、美味しそう。うん、生卵の方が美味しいよ。これが夕食のビビンバです。美味しいです。お家にいても美味しいものは食べられます。ふうさん、ありがとう。何なのこれ。美味しいお酢。美味しいお酢。うまじ。うまじ酢。これで作った。これは高知の柚子、うん、柚子の果汁が入ってる寿司酢、うん、寿司酢。すごく美味しいやつね。はい。で、昨日の昼間のうちに大根とキュウリを薄切りにして、うん、袋に入れて、うん、この寿司酢を入れてもみもみして、うん、丸々1日経ったやつ。はい、これを食べます。やっぱり締めはこういうさっぱりしたもんだよね。初めの質問になったの忘れちゃったの。うん、いただきます。うん、美味しいです。ごちそうさまでした。はい。